皆さんこんにちは、太郎です。はい、ついにやってまいりました。田植え機ですね。そうです、田植えです。これがね、初っ端の田んぼです。いや、ドキドキですね。もうね、あぜ塗りとか白かきもそうですが、最初の作業はね、もうほんとリハビリ、思い出しながら。一応ね、点検済みでね、ピカピカの状態ではあるんですけれども、大丈夫だよな。すくみのも入れた、箱巻きちゃん入れた。小巻きちゃんはね、うちはしません。じゃあ投げ込み材でしますが、よいしょ。いやーね、やっぱりね、その年最初の作業は緊張しますね。はい、で本日の設定ですけれども、これがね、はい、まずね、45株でいこうと思います。壺あたりですね。で、施肥量はいつも55キロなんですけど、ここね、一番最初に稲刈りしたい田んぼです。ですので、ちょっと施肥量はね、少なめに50キロ、それでやろうと思います。まあ、少なめにって言ってもね、基本使用量40キロの単あたりね、肥料なのでそれでも多いんですけどね。まあ、なんで早くしたいかと言いますと、まあ、そこにね、私の家の倉庫あるんですけれども、乾燥機とかね、もみすり機が入っている、粉塵が飛んでくるんですよね。乾燥機の粉塵であったり、もみすり機のもみだったりとね、いろいろ飛んでくるので、ここはね、最初に田植えを済ませて、そして最初に稲刈りをしたい場所なので、ちょっとね、肥やしは少なめです、私の他の田んぼと比べるとですね。で、植え付け深さは標準、苗取り量は1升ですね。まあ、3つ苗なので、だいたいね、3升4升でもいいんですけれども、やっぱどうしてもね、ジャンボタニシが多い地域ですので、まあ、先ほどね、スクミノンがあったと思うんですけれども、なのでちょっとね、タニシ対策として3つ苗ですが、多めに苗を入れます。まあ、それでもね、これでだいたい1旦あたり12枚ぐらいの設定かなと思ってますが、まあ、それは植えてからのお楽しみですね。それではやっていこうと思います。はい、それではエンジンかけます。かからない、そうだよね、ブレーキ踏まないとね。はい、はい、これは植え付け台を下ろして、そしてもう一度押して植え付けが入りました。はい、マーカー左出しましたね。 OK、それではやっていきましょう。ドキドキですよね、最初はね。はい、下ばっか見ずに前を見ないとクレクレになっちゃいますからね。でね、草がポツポツ見えると思うんですけれども、まあ、これはね、私一発白かきなので、こんなもんです。私の田んぼはこんなもんです。はい、植わってるかな。ああ、植わってる、植わってる。 OK、OK ですね。 OK、 どうかな。うん、まあ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 、こんなもんでしょう。まあ、もうちょっと掴んでも良さそうかな、まあいいぐらいかなというところですね。まあね、本来よりちょっと多いと思います。これで何本でしょう、5、6本掴んでますね。多いところでは7、8本ありますが、まあガンガン掴んでいこうと思います。その方がね、タニシに強いのでね。タニシに食われると本当厄介なので、よし、オッケーオッケー、いいよいいよ。いやでもね、とうとう始まってしまいましたね。まあ、昨日の昨日までね、白かき頑張っていましたけれども、まあね、まあ、覚悟はしていたんですが、田植えはね、突然じゃないですけどね、なんか気持ち的に突然訪れるんですよね。私、即場責任しようですので、もう雨の日はしないと決めてるんですけれども、今日天気ね、微妙だったんですがね。ただどんどん天気予報上回復してきて、結局ね、まあ、たまにパラつきますが、こんな感じのね、まあ、ちょっと厚めの曇り、まあ、そのぐらいになりました。ま
ここすごい変形の田んぼで、まあここから植えるのがね一番なんだろうしっくりくるんですよね。まあだからっていう感じです。はい、よし、まあね、それではやってまいりましょう。そうそうそうね、やりながらどんどん思い出す感じですね。うん、植え付けもしっかり植え付けれてる。苗もね、まあ、ちょうどいいぐらいでいいですね。水の量もちょうどいい。何もね忘れ物がなかったかをね今必死に考えてます。あ、サングラスするの忘れてたな。サングラスはね、健康サングラスつけるとねいいですよね。まあそんな感じかな。あとなんだろう、小巻ちゃんの電源、箱巻ちゃんの電源は入れましたね。入れましたね。入れましたよね。入れたよね。ちょっと気になるのでターンしたら見てみます。動いてくれれば分かるんですけれども、まだ動いてくれません。動け動け動け、動かない。ちょっとね、電源入ってるか見ましょう。あれをね、捨てなくて荷物が入ったら全部返したので、おっと、あれ自動で上がらなかった。はい、今映ったのはソフですね。私とソフトでね、大体もう2人で20兆ぐらい植えるので、とても私の家の田植えはゆっくりです。入っちゃうよね、電源。ちょっと見てもらえる？入りが、あの電源オンやね。大丈夫？大丈夫、入っちょう。そっちは入れちょる。はい、大丈夫でした。電源入っておりました。それでは作業を続けてまいります。動かすよ。あ、皆さん始められてますね。田植え機が通ってきましたね。まあそういう季節ですね、我々の地域では。一般的にね見るとね、とても早いと思うんですけれども、これがね、我々の地域では普通の作業方ですね。まあたまにですね、たまにじゃないな、少ないんですけれども、あの家で食べるよ、そのためにちょっとだけあのね、普通機で作られる方もいますね。やっぱりそっちの方が美味しいみたいですね。まあ、私はちょっとあんまりわからないんですけれども、普通機の方が美味しいっていう話はやっぱり皆さん言われるので、そうなんじゃないでしょうかね。なんかな、箱巻きちゃんが動いてない気がするな。ちょっと確認してみようと思います。やっぱりなんか動いてない。最初はね、なんやかんやあるんですよね、このように。よいしょ、動いてる君。え、電源入ってない、そもそも。おっと、ちょっと原因を探していきます。そうだった、忘れておりました。このね、箱巻ちゃん、殺虫殺菌、これで動かすんでした。いやー、忘れてた、完全に忘れてた。除草剤はないので、殺虫殺菌の方ですね。いやー、箱巻ちゃんがこの3回分入りませんでした。最悪だ。まあ仕方ない、荷物になったら予防しましょう。そうしよう、そうしよう。ちょっと多めに撒いとこう。いやー、右、はいはい、よしよしよし。ちょっとね、今位置を伏させましたが、いや気をつけましょうね。 NW6S ね、非常に使いやすく気の利く田植え機でありますが、あのね、いろんなところボタンになってるのでつけ忘れちゃいますね。はい、これね、気をつけましょう。
ということで作業再開します。いやー、やっぱりね、なんかあるんですよね、いつもね、いつもなんか忘れてるな。音も切れてるかな。はい、うん、そうだ、この辺の設定全然見てなかったな。はい、ローターは標準、よしよし、 OK。 私ね、ローターは入れっぱなしです。あの、枕だけ入れるのが普通かもしれませんけれども、私の場合はね、ずっとローターは入れておりますね。というと、こういったね、草とかね、押し付けてくれないかなっていうのと、あと、タニシですね。タニシってからに傷が入ると弱るというか、ダメになるというかね、まあそういうのがあるらしいんですが、まあ少しでもね、そういうタニシにダメージを与えてくれたかなという期待を込めて、ローターは入れ続けております。そんな感じでね、作業しておりますね。よしよしよし、まあ、ミスはね、このぐらいで、このね、1往復半分で済んでよかったなと思います。はい、でこのぐらいで旋回して、うん、まあ、まっすぐはまっすぐですね。素晴らしい、自画自賛です。よし、私の場合はダブルタイヤ履いてますので、まあ、マーカーが見えるときは、ね、いいんですけどね、マーカーのこんぐらいあるとしたら、こっち側で作業することですね。そうそうそうだ、じゃないとね、ダブルのね、あの外側のタイヤがね、近くなりすぎて変な姿勢になるんですよね。変な姿勢になるとタニシに食われやすいと、もうね、ういういういますね。首のも出しておりますが、聞いてくれることを願いますね。よしよしよし、いよいよ、あ、そうだった、あそこのね、私はね、手植えを一切しませんが、角っこもね、歯茎で植えます。で、どうするかというと、最初にね、この本来は1往復半行って帰ってきて、一定の時にね、バックしてあそこをね、植えますね、外側。なので私、この地形上なんですけれども、最後外周を通ってくるはずのね、ところを先にね、車体の長さ分植えておくことで、あの、植え残しをなくしますね。はい、ということでバックします。それでは、大体思い出してきたかな、作業やっていきたいと思います。
てこう行ってね、この外周の内側を行って帰って終わりなんですけれども、ちょっとねちょうどここで苗がなくなってしまって、今からちょっと補給するので、もうここでねちょっと今日の動画終わろうと思います。まあ、だいたいこの田んぼ2ターンちょっとで、ちょっとね正確な形じゃないのでわからないのと、ボタン入れ忘れたんですよね、この測り忘れました。だいたいね、いや8世ぐらいしてから12ターン、12あるなので8世、目測8世ぐらい植えた時にこれ入れたんですよね、スイッチを。なのでまあだいたい2ターンちょっとかな。で使った苗がだいたい20ちょっとということで、ね、最初12枚苗の世代に積んでて6枚で、それで18枚で、さらに6枚後ろに乗せて、で使い切ってないのが合計すると2枚程度かな、2、3枚というところでね、24-2、3、21で、今からまあだいたいこれを使い切るぐらいで買えるとは思うんですけれども、一応ね6枚補充して戻ります。なのでだいたい一旦10枚ちょっと、12枚、12、3枚というところかな。まあ目測通りかなというところです。いや目測通りじゃないな、狙い通りの量で、まあ、出てるなと思っております。まあ、このようにね、まあ、私これ3つないですけれども、そのねメーカーさんが提唱するほどの少ない枚数じゃやってないですね。私の場合は軽トラ1台で1兆、まあそのぐらいが目標ですね。でペースもそこまで速くないので、植えるペースもまあ今日1兆できるかできないかとは思うんですけれども、ぼちぼちと時間をかけて田植え安全にやっていきたいなと思います。まあ昨日言った通りね、これからどんどん機械で運転すること増えるので、トラクター乗ったりねトレーラー引っ張ってですね、そういったのもよくありますので、気をつけて作業していこうと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、良くなかったよと思った方も、田植え頑張ってねと思ってくださる方も、コメントと高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。